影のプロゴルファーたちによるシャドーマスターズトーナメントが開始された。猿の第一戦の相手ブラックエイプとの勝負は第二ホールヤシの並木道と名付けられたフェアウェイの狭い難コースへと持ち越された。ブラックエイプは危険を避けてパターでティーショットをしフェアウェイのど真ん中を捉えた。この強い風の中やドライバーで思いっきり叩いて少しでも曲げたらたちまち海の中へドボンや。よし、ここは一つ力をセーブして安全にフェアウェイの真ん中を狙うか。このくらいのもんやろ。いて、何するんや。あんにゃ、なんだよ困る。あんにゃ、兄さん、困るは思いっきりかっ飛ばせと言ってるんですよ。そうだにゃ。僕もそう思います。小丸の言う通り安全策を狙うなんて兄さんらしくありませんよ。猿よ、安全策を取ってもし失敗するようなことになったらその方がショックが大きいぞ。頑張れ、あんちゃん。そうよ、猿さんは猿さんらしく攻めるのよ。そうかな。よし。ほほう、猿君、勇ましくドライバーで目いっぱい叩いていくつもりか。そうとも、思い切りかっ飛ばしてやるわい。風はうまい具合にフォローだ。猿は静かにアドレスに入った。ドライバーが一瞬止まった。次の瞬間、貯められたパワーが一度に爆発した。おお、風に乗ってぐんぐん飛んでくぞ。ヤシの並木道を越えたわ。300メートルは飛びましたよ。なんてやつだ。ブラックエイプは残り120メートルくらいの距離か。どんなボールで攻めてくるか。サル君、君だったらここは無造としかない。何？岩返しもできんしな。岩返しまで知っているのか。あの、わしのせいや、サル。またおっちゃんか。サルさん、パパを許してあげて。パパは情報を提供しようとして。ワイの必殺技、すっかりブラックエイプに教えてしまったんやな。まことにもって面目ない。ブラックエイプ、いよいよ君の本領を発揮する時だ。サル君にそれを見せてやりたまえ。サル君、気の毒だが君は自分の技で破れることになるのだ。なんやって、それはどういう意味や。ドライバー。ドライバー、こんな短い距離なのに。どうした、中丸。いや、ちょっと。ちょっと、なんや。今のブラックエイプ選手の素振り、兄さんとそっくりに見えたんです。なんやて。よく見抜いた。ブラックエイプは相手のスイングを真似ることにかけては天才なのだ。それじゃドライバーを持ったのは。その通り、サル君、君の模造都市を私もやってみようと思って。しかし、サルの模造都市はそう簡単に真似はできんぞ。それを簡単に真似てみせるところが天才なのだ。上空は風が強いから模造都市も計算して落とさないと流されて海へ落ちることもある。そうだろ、サル君。それじゃあサル君、私の模造都市見てもらおうか。確かにワイのスイングや。落ちるぞ。これでアンちゃんの勝ちだ。
ってきた。モズ落としだ。ピンそばや。どうかなサル君、私のモズ落としは。まあやな。それはどう。そっくり真似するなんて尺に触るな。サル君、ブラックエイプのバディは確実だ。君の次のショットは重要だぞ。分かってるわい。兄さん、プレッシャーをかけようとしてるんだ。気にしない気にしない。しかしこうもモズ落としをそっくり真似されてはプレッシャーを感じないわけにはいくまい、サル君。ピンまで60メートルか。最悪の場合でも確実にワンパットでカップインできる距離につけておかないと負けになるぞ。弱気を出すな。よし、一発でねじ込んでやる。で渡ってもらう。ま、しっかりやってくれたまえ。ミスター X は行かないのか。他の影プロたちの試合も見物しなければならぬね。ではサル君、健闘を祈る。ミスター X、 ワイが負ければいいと思っとるんやな。待っているよサル君。今頃ベニバチさんも戦っているんだろうな。いいね、あんちゃん。ああ、大丈夫。ベニバチさんはそう簡単には負けませんよ。ワイには弟たちやおっちゃん、若葉ちゃんが応援についてきてくれてるけど、ベニバチさんは一人で戦っているんやからな。ベニバチ、ナイスショット、ナイスショット。うるせえ。やめろ。あたしのネネに何をするの。いちいち気に障るんだよ、そのインクは。自分の調子の悪さをネネのせいにするなんて。それでも影プロなの。ピッ、覚えてやがれ。ベニバチ勝つ。チクショー。 OB だ、 OB だ。うるせえ。これでどうやら第一戦は勝ち残れそうだわ。サル君、あなたはどう。サル君は私と違って絶対に勝ち残らなくてはいけないのよ。頑張ってね、サル君。それぞれヤシの木をうまく避けてフェアウェイへとボールを運び、2打目からが勝負となりました。あ、兄さん、あれ。ああ、なんてコースや。溶岩の塊がバンカーのようにグリーンをぐるりと囲んでいるぞ。あんなところへぶち込んだらおしまいやで。ブラックエイプはどう攻めるつもりなんや。当たりが良すぎる。溶岩に飛び込むぞ。これもサル君の得意技の一つ、ブレーキ打ちだったな。いくらモノマネショットの天才といってもこれほどとは。くそー、ブレーキ打ちがどんなものか、ワイの本物の技を見せてやるわい。兄さんのブレーキ打ちはさすがに本家だけのことはあって、見事溶岩の手前のフェアウェイにボールを落としました。さすがサルク、見事だ。
ブラックエイプ、ワイのブレーキ打ちを真似たはいいけど、今度の一打を難しくしたようやな。俺は今度の一打を最後の一打とするつもりだよ。なんやて？すると一発でカップに放り込むというんか。その通り、サルカ。君の必殺技、旗包みでね。行くぞ、旗包みショット。失敗すると怪我も大きいんや。なんたる不運、風向きさえ変わらなければ。風向きまで計算に入れてやるのが本物の旗包みなんや。わいが手本を見せてやる。兄さん、やめてください。どうしてや、中丸。ブラックエイプは OB を出して大きく崩れたんですよ。ここで冒険を犯さなくても。そうや、サル。ゴルフは上がってなんぼの世界や。勝ちがぶら下がってるんだから、危険は犯さん方がいいぞ。わいにも男の意地がある。ここで本物と偽物の差をはっきりさせてやるんや。風や風の流れを読むんや。トーナメントで必ずお前を影の組織へ入れてみせるぞ。輝く満天の花火の下、ミスター X の部下によって放たれたサソリが中丸に迫る。そしてそこに居合わせた謎の美少女。Y の第2回戦は明日に迫った。プロゴルファー猿、謎の美少女、また会おうぜ。